メキシコ監督は日本の執念に脱帽、帽子を脱ぐしかない、誰も諦めなかった、選手は呆然。WBC 準決勝、日本代表6から5メキシコ代表、20日、マイアミ、メキシコは土壇場で逆転サヨナラ負け。選手は呆然とした表情でグラウンドを引き上げた。日本の粘りに屈した。ヒル監督は、これが野球。 日本チームに帽子を脱ぐしかない両方が素晴らしい仕事をしたが日本は誰も諦めなかった日本が野球に勝ったと脱帽した先発のサンドバルが好投を続け0対0で迎えた4回西から連打でチャンスを作るとウリアスのスリーランで均衡を破ったその後は日本に押され7回に同点とされるが 直後の8回に2本の敵地打で勝ち越しだが9回に守護神ガイゴエスが大谷の二塁打からピンチを招き村上に逆転打を浴びた左翼手アロザレーナが岡本の本塁打制の打球をキャッチするなど再三の好守備を披露日本に負けない粘り強さは見せた指揮官は私たちは本当に勝利に近づいていた 後悔は何もないと語り初の4強を果たすなど躍進したことに負けたが完敗したわけじゃないメキシコの野球界にとっては勝利だと思うと前を向いた以下はネチズンのコメントをまとめたものですメキシコは本当に強いチームでしたよ負けたとはいえすごいチームです先発投手も素晴らしい出来だったしスリーラン打った選手もすごい こんなに胃が痛くなるほどの試合展開は初めてでした敵ながらあっぱれですさすがにアメリカに勝利しただけのことはありますねベスト4でも試合内容は素晴らしかったです胸を張ってくださいメキシコが強かったから良いゲームになった WBC の価値はメキシコのような国が参加してくれるから高まっていると思う昔のアメリカと日本 キューバあたりが順当に強いという時代はもう終わりつつありメジャーリーガーを多数抱える中米諸国とどう戦っていくのかという大会になってきたので次回以降も大いに盛り上げてくれると思うメキシコ代表は間違いなく強かった先制されて同点からまた逆転されて試合の流れでは日本代表の完全な負けパターンだったと思う しかし日本代表の決して諦めない脅威の粘りがありかつ野球の勝ち方をよく知っているこれは日本の野球の歴史と伝統そして日本人のチームワークによっている WBC の日本代表の戦い方は日本が世界と戦う方法を体現してくれているサンドバルはさすがだったしアロザレーナはバケモンだったし本当に紙一重だった これだから野球は面白いし恐ろしいし興奮する明日は試合見られないけどここまできたら勝ちたいですねメキシコめっちゃ強かった10回やったら半分以上負けるかもしれないそれでも一発勝負の短期決戦の怖さ面白さ今日勝ったのはたまたま日本だった予選でアメリカに圧勝したメキシコは 世界一のチームだったし、それに勝った日本も世界一のチームだと思う。明日は銀河系軍団アメリカとの最終決戦。ここまで来たら優勝するしかない。誰も大谷も投げるかもしれない。自信持って楽しんで野球してほしい。野球って素晴らしい。吉田選手の同点 3HR の直後に2点離されたときは、さすがにきつい、と思いました。 実は山川選手の犠牲フライの1点がかなりでかかったと思います。終盤1点差で追われる側って相当プレッシャーあるだろうし、9回は大谷選手からでしたからね。2点差のままだったら逃げ切られてたかも。あとは栗山監督は村上選手を信頼していたんでしょうね。もちろん私も信じてました。同点延長になった場合を考えると あそこで吉田選手にダイソー出すのも勇気がいると思います。勝負師を見た気がしました。決勝が日米対決ですかドラマみたいな展開になってきたな。明日休みなのが今年最大の幸せかもです。頑張れ。いやいやメキシコも強かった。両チームのエラーでしょ。サンドバルがいい投手なのは分かったけど、あれシーズン中も見せてほしいな。 点は取れなかったけどウルキディに結構球数投げさせたのが後々聞いてきたかなこれでリリーフ陣にムニョスあたりが参加していたら本当に脅威だったメキシコは本当に強かった特に打者は追い込まれてから粘り強かったし2回目からはしっかり対応している印象日本勝ててよかったし嬉しいけど本当に神人への戦いだったと思う あのレフトは鬱陶しいぐらい素晴らしい守備を連発していたし、投手陣も素晴らしかった。あと、1、2人素晴らしい投手がいたら、メンタルも含めて、乾杯していてもおかしくないと思わせるゲーム展開でした。とてもいい試合でした。リリーフが2 0 0 9球やったから、リリーフの請球力が整えばすごい強豪になると思うよ。 先発はかなりの出来だったし、打撃、守備も素晴らしい。日本の場合は、後から出てくる投手が絶対に連続して制球をランさんからな。良い試合だったね。日本代表史上最高の試合かな。大谷がまず初球を強打で出たのが本当大きかった。ヘルメットを飛ばして走り、あの二塁塁上での気合が日本のベンチにさらに勇気を与えた。 そして吉田正隆がしっかり見極めて村上につなげたアメリカラウンドでは絶対に村上の力が必要になると誰もが思っていただろうついについに村上がしとめてくれたこの一打でオセロで言えば全部白にひっくり返ったね村上はこれでいいんだよね最後の最後の一番重要場面で打ったんだから 最後の打席で56号を打った打者だからやっぱりそういう選手なんだろうね。しかしメキシコは強いチームだった。アメリカにダブルスコアで勝つチームだからさすが、レフトのスーパープレーもすごかったし、一回りしたらちゃんと対応してくるね。明日の対アメリカ打線にも一回りしたら投手をつぎ込んでいっていいと思う。山本でさえ対応されたからね。 メキシコの強さは本物でした。ピッチャーもバッターも今までとは質が違いましたね。こういった監督の言葉にも胸が打たれます。ここまでの WBC、本当にスポーツマンシップにあふれていて最高です。日本あと1勝、頑張ってください。素晴らしい監督のコメントだね。メキシコはここまで日本が対戦した中でも準決勝進出チームだけあって一番手ごわかったし。 吉田選手の同点スリーランが出るまではこれはちょっと厳しいかもと思わせられたメキシコ代表監督さんの言葉通り最後まで諦めない日本代表の底力が出て勝てた試合だったと思う次回以降の大会でも強敵としてまた日本に立ちはだかってくるだろうね NPB 最年少で完全試合を達成した佐々木 NPB2 年連続沢村賞の山本。NPB で最高の投手と言われている2人から5点取った打線。侍ジャパン史上最強打線と言われた打線を6回までゼロに抑えた投手力。メキシコ強かったよ。 サンドバルに95球まで行かれてたら勝てたか分からなかったしなんといっても攻守で存在感抜群だったアロザレーナは印象に強く残ったスター軍団の打撃陣に比べアメリカは投手力が弱いと言われるでも8回と9回だけは大安定特に最終回はワールドシリーズチャンピオンアストロズのクローザーが控えている 今日のようにひっくり返すのはかなり難しいので、先手先手で試合を主導したいですね。頑張れ